アルゴン二両体の相互作用エネルギー、長距離部分の記述がロンドン分散力に起因する。ロンドン分散力は極性分子などが工場的に持つ電荷や多極子ではなく分子や原子などに量子論的に生じる一時的な電気総極子間の引力によって生じる弱い分子間力である。フリッツ・ロンドンにより示された。単に分散力、ロンドン力と呼ばれたり、 瞬間相極子有機相極子相互作用とも呼ばれる。また、ファンデルワールス時からも競技には、ロンドン分散力を指す。量子論的には、電子は分子中を確率論的に分布する。したがって、無極性分子中であっても、電子が一様に分布しない確率は十分に存在する。電子分布が一様でない時には、分子には一時的な多極子が生じる。 この多極子が近くにある他の一時的な多極子と相互作用する。このようにして無極性分子にロンドン力が生じる。ロンドン力は極性分子にも存在するが、極性分子の持つ永久相極子の相互作用などの方が全相互作用に占める割合が大きくなるので、ロンドン力は重要ではなくなる。相互作用の大きさについては分子間字からも参照。 分子中の電子密度は他の多極子の影響を受けてさらに再分布する。例えば静電化の近傍に電子は集まり不電化からは退りしく。がって分子に一時的に生じる多極子は近くの極性分子や別の無極性分子に生じた一時的な多極子により有機される。一般的には前者は霊気層極子といいロンドン時からとは区別される。ロンドン力は ヘリウムなどの中性原子間で長距離に働く唯一の引力であり、窒素やメタンなどの無極性分子間に働く主要な引力項である。ロンドン力が存在しなければ、気ガス間に働く引力はなくなるため、液体ヘリウムのような液体を得ることはできないことになる。分子間の万有引力は非常に小さいため、分子の物理的、化学的性質には影響せず、 液体ヘリウム等を得るのには不十分である。ロンドン力は問題とする原子、または分子が大きくなるに従って強くなる。これは電子の分布がより一様でなくなる確率が高くなるからである。例えば、ハロゲン分子間のロンドン力は小さい方から順に、フッ素、塩素、周素、要素である。これは、フッ素、塩素が室温液体であるのに対し、周素は液体、 要素は個体であることとも対応している。ロンドン力はまた、分子の表面積が大きくなると強くなり、したがって分子間距離が近くなる。ありがとうございます。